2日目、今からホテルを出ます。行きます。2日目、浅草線でちょっと行きたいと思います。六本木、何でしたっけ、ミッドタウンの方に来てます。いや久しぶりに来ましたよ、三井不動産東京ミッドタウン。もう定番ですけどね、まだ開いてない模様ですね、朝早くて、まだ朝早いんでまだ開いてません。懐かしいですね。こっちの方の赤坂サカス方面に今歩いてきました。なんか高級なオークションがありますね。ものすごく高級な感じです。あ、こっちはこっちでまたなんかあるようですね。こっちはこっちでまた公園と繋がってますね。